どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、やってまいりましたジョジョセレクション、SSR 的中率超グレードアップ、そしてピックアップ SR 的中率グレードアップですね。こちらがやってまいりました、ですね、1セット目はですね、 S カウンターのトップですね、シゲチが手に入るということで、ダイヤ35個でですね、手に入るということで、難民がもういないというシゲチ難民がね、いないということになって、皆さんおめでとうございます。私もですね、シゲチはもうすでに義務教育終了してるんで、ギャンブルになるんですけども、やってみたいなと思います。でもですね、やはり狙うのはこの華教員ですね。限定員受け取ってください。こちらの方を狙っていきたいと思います。ではどうなるんでしょうかね、本当に。まあ、3セットまでね、こう引いてみようと思います。では、参ります。ではですね、まあ、アワの色は何色だ？おっと、白で稲妻が走ってるがどうなるんだ？前回ね、私これで間違えてたんですよね。0か2枚っていうことでね、あったんですけど、さあどうなる。0枚はやめてほしいな。おっと、来ました。さあなんだ、ロハン。まあいいでしょう。さあ何が出てくるのだ。さあさあ、あ、泡の色が、あっと、ネズミ。そしてどこどこどこで、ミズロラ。おお、来た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 、なんだ、オラ太郎。あれだけ弾けてたのに、オラ太郎。まあよしとしましょうかね。まあいいでしょう。おっと、続いてナイフデュオ、やりました、ナイフデュオ。大当たりでもないけど中当たりなんでしょうかね。まあよしとしましょう。やったー。でワンツースリーで、さあドラ、どこどこどこですね、どこどこ、フンガーミーですね。さあドラララララ、で大親父。はい、さあどうなる。覚醒はナイフデュオ、どうだ、上がらず、残念。傾聴もいいですね。さあオラ太郎はね、ほんとあれだけ引いたのに全然出てこなかったけども、もう毎回なんか引いてくるような感じですね。まあいいでしょう。限定員欲しいな。限定員欲しいっすね。まあ、限定員が出たらね、3セットまで引くつもりなんですけども、やって撤退させてもらいます。さあですね、シゲチが出てきたんですけど、ここは無視させてください。ではですね、2セット目参ります。さあ泡の色は何色だ。白で稲妻走っているが0か2枚。ちょっと厳しいな。さあどこどこ、起きた、なんだ、お、限定員、やりました、限定員が手に入りました。やったー。ねえ、よかった、本当によかった。限定員狙ってよかった。さあ、ドラドラドラで、シーザーですね。そしてドラドラドラ、トニオさん。いやー、本当よかった。よかった。おっとな、また来た。なんだ、おー、太郎介。太郎介、やりました。さあ、ドラララララで、タマミもう一枚来てもええやで。さあどうなる。さあどこどこどこ、旦那ですね。さあドラドラドラ、
なんだ。なんか久しぶりに見たなこの親父。まあ限定員がね取れてるんでね、そこまでねショックではないんですけども、いやー限定員取れてなかった怒り狂ってるところですよ本当に。まあガンガンジジイありがとうございます。よかった、とりあえず限定員当ててよかったです。うん、よかった。そしてワンツースリー、さあどうだ、ドラララララで、うん、まあこんなもんでしょう。うん、次どう、おお来た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 、何の問題なんだ、限定員。いやここでバカつきしなくてもいいんですよ、他のキャラクターでもよかったような気、まあ、うん、限定員ありがとうございます。そして、ここで撤退させていただきます。あーよかった本当によかった。まあ、次の SP ね頑張っていきましょう。バイスキーがねちょっと取れなかったんでショックだったんですけども、まあ、限定員が取れたということでね、まあ良かったということにさせていただきます。そしてアビリティはおおアップ、頭がいい、良かった良かった、いや本当に良かったです、ありがとうございますありがとうございます。はあ、っていう感じですね。おっと限定員のが出ていないですね。まあいいでしょう。ではここは抜かしてですね、ちょうど良かったんで、そういえばですね、ビギナーズガシャの方ですね、こちらの方を引いていこうかな、どうしようかなと思います。まあやっていきましょうかね。私的にはですね、ジョースケかハイコンを狙ってていきたいとは思うんですが、どっちがいいかな。まあジョウスケはね、プラス今アビリティがね8なんで、ジョウスケチャレンジしてみようかな。もうハイコンはプラス3なんでね、あんまり重なってもっていうところなんですが、まあどっちにしようかな。まあジョウスケにしようかな。うん。ジョースケをもらいます。もらいますね。はい。よし、やったぜ。さあ、運命はどうなる？まずは、しげちをもらいましょう。しげちをどうだ？どうだどうだ？アビリティ上がってください。よし！上がりました！しげち、やったぜ！上がりました、しげち。ありがとうございます。プラス8、そして、ジョースケ、チャレンジ。どうだ？チャレンジは成功するか？よっしゃ！やりました、ジョースケ。やりました、チャレンジ成功。ちょっと、見ていきましょう。うん。ですね。そして、限定員、限定員が光っております。うん、よかった、ありがとう限定員、来たぜ、受け取りました。さあそしてですね、ちょっと、確認してみましょうね。しげちは、うん、プラス8ですね。よしよし。そしてジョウスケが、よし、何も死ぬこたねえがプラス9で、4回ですね、発動しました。ありがとうございます。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。いやー本当に良かったです、本当に良かったです。ではラサバタイ。